はいどうも、タッカキッチです。はい、仕草で今日は遊んでいこうということで、こちら釣り竿を装備して傘回しの仕草をやると、はい、スライムが可愛くね跳ねていますが、そこでこの釣り竿を外すとすごいとんでもないことが起きる。早速外してみましょう。ドン！これ武器がね映るのよ。上のスライム必死だな。これ切り刻まれるの必死だな。切り刻まれてねえか。スライム大丈夫か？生きてる？スライムすごいハードなサスケだな、これ。ねえ。おい、大丈夫か？刃をうまくジャンプしてるスライム。さ、片手剣にするとこんな感じになります。外す！すげえ綺麗！手ザクザクだな手がザクザク！今度はスライムは全然危険ないけど、すごい主人公のキャラクターの手がザクザクでしょ、それ。めちゃ痛そう。もう血だらけでしょ、手の中。はい、両手剣だと、こんな感じに回ります。これは手の安全、そうだよね、手の部分が。手も突き出てるよ。突き出てるよ。可愛いけどさ、すごいなんか可愛いよね、起点だとね。ただ起点系だと、なんだっけな、槍とかだとね、全然できてなかったんだよね。すごいなぁ。さあ次は、両手杖、やっていきましょう。さあ両手杖できるのかな。はい、ドン！おはははは！なげぇ！柄の部分がなげぇな、おい！あ、でもなんか可愛いよね。これ可愛い傘。これなんか売ってたら買いそうだよね。さあ、探検だと、どうなるんでしょうか。さ、探検を、だと、おーっと、あ、これ逆に回すのか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。左手が危ねえ。突き刺さるで、あれ。さ、次、爪なんだけども、爪だとどうなるんだろうね。さ、ドーン！あはら！かわいい手袋はめとるだけやん。しかも出てる！出てるよ、傘から！傘から突き破ってるよ！あら、爪だとこんな風なのな、かわいい。さあ、次、ブーメランだとどうなる？ブーメランだと、こんな感じ！くる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 ！シュールだなぁ！とてもシュールな絵面！はい、ということでね、今日はいつもより多く回ってるでした。バイバイ。